6月27日月曜日のワンポイントメッセージです。今日の開運メッセージはこちらです。必然必要です。出来事は本当に必然で起きているって言われています。それは未来のあなたに必要な経験だから。だからこそクリアできないものはやってこないのです。全てが必然で起きているっていう見方をしてみると、あ、だったら頑張れるって思うこともたくさんあると思います。今日のワンポイントメッセージは必然必要でした。それではまた。